万年の盲導犬、マーシャマーシャは日本の盲導犬である。1982年8月12日生まれ、1999年8月6日没。犬種はラブラドールレトリーバー。毛色はイエローである。性別はメスである。アイメイト協会で訓練され、鈴木泉のサポートをしていた。ラブラドールレトリーバーとしては小柄であった。講談社の書籍。 犬の秘密にも出演した。活動地域は東京都内、近郊が多かった。移動は、徒歩はもちろん、電車が中心である。ある時は、電車車内に置いて、これで何か美味しいものを食べさせてあげて、といかつい顔をした紳士が、鈴木泉に千円札を渡したことがあるという。電車での移動は多かったが、自動改札機は苦手であった。自動改札機を初めて通った時に、 ピシャリと扉が閉まってしまい、鼻先を強打し、この時ばかりはさすがに悲鳴を上げたという。それ以来自動改札の通過は、本人にとっては緊張の瞬間であったと思われる。犬にしては身だしなみにも気を使い、レストランでミルクをもらい、飲み終えた後、ご主人の仲間のスカートで口を拭ったことがあるという。仲間曰く、マーシャがそばに寄ってきてくれて嬉しかったとのことであるが、 そばに寄ってきた理由を知ったときには、残念がっていた。ありがとうございます。